こんにちはりょうですそれでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう今日のテーマはこれですね。トップ5。理想の結婚はなぜ難しい結婚と企業買収の悲しい共通点を解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。今日の話題ですね。最近こんな本を読みました。明日を生きるための教養が身につくハーバードのファイナンスの授業。こういう本ですね。この本の中で結婚と企業買収の失敗の共通点っていう話題がありました。 結婚は人と人とが一つになること企業買収は企業と企業とが一つになることなんですけどどちらも失敗パターンが本当によく似ています2019年ソフトバンクグループ参加でヤフーの親会社である Z ホールディングスがゾゾを約4000億円で買収して大きな話題になりましたよねあの結婚今うまくいってるんでしょうかさて書籍の中では全部で8つの失敗パターンが紹介されていましたが そのうちの5つを僕の目線でまとめ直してランキンキグ形式で紹介します今は独身の人は結婚で失敗しないための予備知識になるしすでに結婚している人は今の自分たちを見つめ直すきっかけになるかもしれません実はお金持ちと結婚には切切っても切れない関係があります全米の億万長者世帯の9割が既婚億万長者の離婚率は普通の世帯の3分の1結婚の継続年数と資産額の間には明確な比例関係がある。 婚姻期間が長長ければいいほど家庭の資産は多いってことですね残酷なことを言えば配偶者選びを間違えたら蓄財レースからは一旦脱落することになりますこの点詳しくは過去動画参照してください超重要収入を増やす投資をするよりも大切なこと おお金金とと恋愛、お金と結婚なんだか夢も減ったくれもない話なんですけど地球上には今も昔も結婚のための持参金政略結婚なんて言葉があってロマンだけでは愛を語れないのが現実なんですねランキングの中に皆さんが納得できる項目はいくつあるでしょうかいつもとはちょっと違った息抜き的な内容です是非最後までお楽しみくださいということで解説いきましょう結婚と企業買収の悲しい共通点第5位 焦って決めると間違えるってことですねなぜ焦るかっていうと人も企業も周りに急かされるからですね企業の所有者は株主です企業の経営人はいつも株主に監視されててもっと稼げもっとお金を増やせってお尻を叩かれてるんですねこの自由度のなさが嫌なんで僕は自分の会社に担人資本を入れたくないんですけど もし経済状況が厳しくなって売り上げ・利益が減り続けることが目に見えてるのに経営陣がね「まあまだ大丈夫でしょう」うなんてのんびり構えてたら株主は失望して社長を交代とか取締役の解任を要求したり株式を投げ売りするでしょうそうすると株価は暴落しますよね2011年キリンホールディングスは国内のビール市場縮小に危機感を抱いて海外に活路を求めましたブラジルでビール業界第2位の会社を3000億円で買収することを決断 海外でガッツリ儲けるぜって思ってたのにブラジル内での販売不振が続いて2015年に1100億円の大損失を計上する羽目になりましたキリンは1949年の上場以来初の赤字を計上することになりました最終的にキリンはブラジルの会社を約770億円で手放しています要するに離婚しちゃったわけですねでこの失敗要因何だったのかっていうと海外進出を焦りすぎて競合マーケティング調査が不足していたとのことです つまり焦っっっててて決めて間違ったってことでですね人の結婚はどううしょう皆さんの周りに「いつまで一人でいるの早く結婚しなよ」とか「35歳過ぎると結婚相手が見つからなくなるよ」とか「こういうこと言ってくるせかしてくる親」とか友人いませんか皆さん実際35歳以上の人が結婚できる確率は6.9%しかないなんてデータもあるんですねでもこんなん余計なお世話ですよね 価値観が多様化している今の時代結婚したい人はすればいいししたくない人はしなければいいそれに物事には巡り合わせってものがありますよねご縁ですよね結婚を目的にしてしまって結婚した後にしまったって気づくこんなケースはいくらでもあります大切なのは自分のペースで自分の心の声を信じて決断すること焦って決めると間違えるってことですね重大な決断をする時の教訓としてぜひ覚えておきましょう では続いて結婚と企業買収の悲しい共通点第四位デューデリジェンスが必須っていうことです結婚した後に自己申告の年収嘘やないかいとかお前借金まみりやないかって気づくとそんな悲しい経験したことある人いますか僕の周りにもねちらほらいます結婚しようってね言われてたのにいざ蓋を開けてみたらすでに家庭持ちで子供何人もいたみたいなそんなこともあるとこれはデューデリジェンス不足が原因です デューデリジェンスっていうのは投資対象となる企業投資先の価値やリスクなどを精査することです企業が他社を買収するときに必ず踏むプロセスでデューデリなんて呼ばれたりもします M&A の業界では結構普通にねよく言われてますね2014年建築材料住宅設備機器業界最大手のリクシルはドイツのグローエっていう会社を約3800億円で買収しましたそのときにグローエの子会社中国の会社なんですここもついてきたんですけどなんと 小やつに多額の母外債務ががあることが発覚しましまた母外債務っていうのは帳簿の外にある債務つまり隠れ借金です彼らは不正会計をやっていて実態は債務超過です借金まみれだったってことですね結局リクシルはこの件で約600億円の損害を被ることになりました借金まみれの会社をお金出して買ったら損するに決まってますよね失敗の原因はデューデリジェンス不足もっとしっかり売り上げや利益の状況 会社の資産、負債の状況をチェックしておけば防げた事例です。人と人との結婚も悲しいかな。ある程度のデューデリジェンスは欠かせないんですね。相手に好かれたいばっかりに、ちょっとした嘘をついてしまった経験のある人、いるんじゃないでしょうか。年齢とか年収、貯金額。やっぱ切られたくないとか好かれたいってなりますからね。ちょっと盛るぐらいだったら可愛いもんなんですけど。 働いてないのに働いてるって嘘ついたり借金のことを隠してたり本人ではなく実家の方に見過ごせない大きな問題があったりとそういう事例はいくらでも見つかります。モルではなくねやっぱ前提が覆ってしまうような嘘はやっぱりダメですね。愛で全てが解決すればハッピーなんですけど結婚っていうのはロマンと現実主義の間にある摩訶不思議な制度です。 結婚の前提が覆るような嘘がないか右手に愛を左手にデューデリジェンスをそんなスタイルで明るい未来を見据えてください続いて第3位に行ってみましょう結婚と企業買収の悲しい共通点第3位対等な合併は恐ろしく難しいってことですある会社が他社を一方的に支配するような買収これを吸収合併って言います 吸収合併は買収した側が買収された側に変化を強制できるんでうまくいきやすいです。力関係がはっきりしてるからですね。でも、うまくいきやすいんですけど、新たな価値が生まれる余地は小さいんですね。例えばなんですけど、夫が超低所関白で妻が黙って夫に従うタイプの人だとします。例えばですよ、吸収合併のイメージはこのタイプの家庭なんですね。 夫が俺より早く起きて掃除も食事の用意も全て済ませろ。俺より先にお風呂に入っちゃダメだ。とかね俺より先に寝るな。子供の面倒はお前が見ろと。とこんな感じで九州合併では価値観文化を相手に強制できるんで力関係がアンバランスなことで生まれるいざこざがありません。この場合夫婦関係としては長く維持されやすい傾向にあります。だって妻が夫の言いなりになってるんですから。でもこの過程では夫の価値観を超える新しい何かが生み出されることはないんですね。 これが非対等なな合併の大きなデメリットです。簡単なんだけど新たな価値が創出されないってことですね一方で夫と妻の力関係が完全に対等な場合は2人の協力によって1人では生み出せなかった新しい何かが生まれる余地があるんですね 1+1 は3になるようなそんなパターンですでもこれが非常に難しいんですよ対等な結婚の大前提は双方の完全な自立です 夫も妻も自分の力だけで自分が生きていけるだけの稼ぎが得られるとか自分の力だけで掃除洗濯炊事すべてやることができる自分の力だけで育児もこなすことができるこんな感じでお互いが一人でもやっていけるんだけど相手が好きだから一緒にいるこういう状況にならないと対等に付き合うことができないんですね世界一役に立たたない旦那の行動がツイッターでトレンド入りししてました例えば「子供が泣いてるよ」って伝えるだけの夫と。 僕の友人のマダムもねなんか泣いてるみたいだよって夫に言われてもうカチンときたそうですねなんかせえみたいなね家事ができてないねって伝えるけど自分は家事をしない夫頼まれたものすら買ってこれないおつかいもできない夫こういう人たちが悲しいほどにこき下ろされてましたまあしょうがないですけどね旦那側からするとこれだけボロクソに言われたら誰の稼ぎで暮らしてるんだとだったら俺と同じぐらい稼いでみろって反論しちゃいますよねこういうこと言っちゃダメなんですけどね これが対等な合併の難しさを物語っています。一見うまくいきそうな A 社は営業が得意で研究開発が苦手。B 社は営業が苦手で研究開発が得意。この2社の合併も先ほどの夫婦の事例のように下手すると相手に舐められるだけになっちゃうんですね。旦那はお前はどうせ俺の稼ぎがないと生きていけないくせにって言ってしまうし、妻はあなたは私がいないと生活できないくせにってね。 こううやって相手をディスり合うか、最終的にはどちらかが一方的に主導権を握ることになってしまいます僕はこれは苦手だからーとか私はこれだけやっているからーっていう発言はビジネスの世界でも家庭でも大抵の場合は見逃してもらえません足元を見られたら自分の立場が揺らぐだけです弱点がかすむほど突出した長所超高年収とかプロレベルの家事とかねこういったスキルを持つまたは自分のことは全て自分でできるっていう自立スキルを持つ こういった要素が土台になければお互いを尊重し合える対等な関係は長続きしませんそれでは第2位にね行きましょう結婚と企業買収の悲しい共通点第2位思っていたより莫大な統合費用がかかるってことですねちょっと油断するとどこまでも自然に上がっていってしまうのが結婚式の費用と企業買収の費用です木からリンゴが落ちるのとは逆の動きで結婚式の費用はなぜか自然に増え続けていくんですね 重力など意に返さぬって言わんばかりに、増え続ける結婚式の費用はまさに世界七大不思議の一つですね。結婚式の費用は200万円ぐらいかなーって思ってたのに、結婚式場のプランナーさんに、一生に一度のイベントですよ、と後悔しないように最高の式にしましょう、とか、こちらの衣装グレードの高いやつなんですけどね、えー。こちらの方がお似合いだと思います、とか、プラス5万円していただければ、もっと綺麗なこちらのお花を飾ることができますが、いかがいたしましょう、みたいな。こんなこと言われているうちに、300万円とか400万円とかかかってしまう。 最初の見積もり金額では絶対にできないのが結婚式ですよね。新婚旅行のお金とかもどんどん増えていきますよね。企業買収もこれに似たところがあって、買収コストは後からどんどん加算でいきます。思っていたより安く済んだわーってことはめったにないんですね。システムを統合するのにもっと多くのお金が必要になったとか、買収先の工場の設備に不備があって更新が必要になったとか、買収先のキーパーソンが辞職してしまって、もっと高い給料で他の人をヘッドハンドするはめに、みたいな感じですね。 あの超有名なキレるサラリーマン半沢直樹が勤める東京中央銀行はもともと2008年に東京第一銀行と産業中央銀行が合併して誕生したっていう設定ですね原作やドラマで旧東京第一出身の経営人と旧産業中央出身の経営人が足の引っ張り合いではなく派閥争いねしてましたよね文化の異なる2つの組織が合併すると必ずこうやって衝突が発生します この争いによって発生する余計なコストも思ってたより高いコストがかかったってなる典型例ですね人の結婚でも多額の結婚式費用を払った後に新居はどうする家具をどうする車は食器はみたいな感じでいくらでも必要なものが出てきますその過程で口喧嘩をしたカップルも多いんじゃないでしょうか文化の統合は本当に大変ですゼクシーによると結婚式費用の平均は約200万円新婚旅行の平均は約70万円お土産代10万円込みです 新生活の準備費は約50万円っていう感じで結局トータル320万円ぐらいかかっているとのことです新婚さんの平均貯金額は323万8000円とのことなんで結婚により貯蓄は全て吹っ飛んでしまうってイメージですね思っていたより多くの統合費用がかかった結果結局持っているお金を限界ギリギリまで使ってしまったっていうのがよくあるケースなのかもしれませんそれではいよいよ第1位の発表いきましょう結婚と企業買収の悲しい共通点第1位 シナジーは課題に見積もられるってことです。これが一番悲しい共通点ですね。シナジーっていうのは、物や事柄、人などが複数存在することでお互いに作用し合い、効果や機能を高めることを言います。何やら難しいんで、1たす1は2より大きくなることだって思ってください。皆さん、三菱商事っていう会社をご存知ですよね。五大総合商社のトップで、最近は伊藤忠に負けてますけど、三菱グループの五三家の一角、もう超エリート企業です。平均年収約1400万円。 就職したい企業ランキングでいつも上位合コンしたい相手企業ランキングでいつも上位っていう感じでめちゃくちゃ人気のある企業なんですねこんな感じで一般人には大人気の会社なんですけど実は世界のの投資家からは全く人気のない存在ななんですよなぜかっていうと買収しまくるからです今まで見てきたように買収っていうのは非常にハイリスクな行為です 焦ってやるとすぐ間違えるし正確なデューデリジェンスが必須だし対等な合併は難しいし思っていたより莫大な統合費用がかかるしちょっと間違えると大きな損失につながります企業買収って想像以上に難しいんですねリスク分散っていうのは実は投資家の仕事です アマゾンだけに投資してて、もしビジネスがこけて暴落したら大変だなとか、だから Google にも投資しておいて分散しておこうこんな感じで複数の銘柄に投資すれば簡単に2つの事業に投資することができてリスクヘッジにもなります。では、ここで皆さんに質問です。もしアマゾンと Google が私たち合併結婚しますみたいな感じで言ったら、なんて答えますか皆さん。ここで世界中の投資家はこう答えるわけです。分散は俺がやると。投資家がやるんだと。 お前らは自分のビジネスだけに集中しろってこういうわけですね複数の銘柄に投資すれば簡単に事業が変える以上企業間の買収が正当化されるケースはたった一つしかありませんそれがシナジーなんですね1たす1は2より合併して大きくなるんだったらね、えー、やってもいいよと合併してもいいよってことですね合併のコストリスクに見合う新たな価値を期待できないのであれば合併する意味なんてないですもんね 三菱商事などの日本の総合商社はコングロマリットってて呼ばれてますこのコングロマリットっていうのは異業種の会社まで合併などで吸収し多種類の事業を営む大企業のことですねまあいろんなことをやってる企業投資家がこのコングロマリットを嫌う理由はいろいろあるんですけどつまるところシナジーに期待してないからです泣く子も黙る天下の三菱商事ですら評価されないほどシナジーっていうのは生まれにくいものなんですね もし皆さんが単に 1+1 の生活を楽しみたいのなら何も結婚という契約をしなくっても恋愛関係なり同性なりで法律に縛られない形で自由に好きにやればいいわけですよね。そこをあえて結婚という形で契約するのはお互いがすすににななるるようなシナジーに期待するからです例えばめっちゃ分かりやすい事例を出すと子供が生まれたら 1+1 は3になりますよね。 法律上の婚姻関係になければいろいろとややこしい問題が生じてしまうんでまさに結婚のシナジーの典型例でしょうもちろんこういうこと言うとねシングルマザーとかシングルファザーを否定してるわけではないですよ子供のいない結婚にシナジーがないって言ってるわけでもないんでここはねくれぐれも誤解しないでくださいね例えばって一例ですから子供をどうするかは価値観の問題だし欲しいと思った時に授かれるとは限らないし夫婦間のシナジーっていうのは子供に限らず他にもたくさんあります ただ、一つ言えるのは、現状日本人の離婚率は35%あって、期待していたほどのシナジーが得られなかったって感じているカップルが3組に1組いるってことですね。実際離婚した人で35%ですから、離婚してなくても実質で、ね、破綻してるっていう人も入れたら結構な率ですよね。1たす1が3どころか、1たす1は0.5みたいな、楽しい理想の生活が待ってるどころか、こいつと一緒になったせいで人生マイナスやんけみたいな、そう感じている人もいるっていうことですね。 まあ僕的には、あらゆる失敗は失敗ではなくって、成功のためのプロセスの一部なんで、あかんかったって思えば、そっからやり直せばいいだけだって思ってます。これは仕事でも結婚でも何でもそうですね。試行錯誤しているうちにそのうち成功しますから、失敗を恐れて何もしないことが一番の失敗です。というわけで、最後になんだか論点がちょっとぶれちゃった感じもあるんですけど、企業買収でも結婚でも、シナジーは課題に見積もられがちである。このことは事実として知っておきましょう。では、まとめに行きたいと思います。 企業買収の失敗事例から学んで愛とお金を育もう。今回は結婚と企業買収の悲しい共通点トップ5を解説しました。トップ5はこの通りです。第5位、焦って決めると間違える。第4位、デューデリジェンスが必須。第3位、対等な合併は恐ろしく難しい。第2位、思っていたより莫大な統合費用がかかる。第1位、シナジーは課題に見積もられる。学びとしてはこういうことになります。 周囲に煽られて焦って決めるなお金のことはシビアに確認しよう弱点をすべて打ち消すほどの圧倒的な長所か完全な自立心を持って相手に接しよう結婚費用は大きく見積もって十分な準備をしようシナジーに過度な期待を持つなこれになりますね企業買収の失敗事例からの学びなんですけど確かに結婚に関してもかなり役立つ学びになりそうですってことで以上参考になれば嬉しいです 今日日が人生でで一番若い日です。繰り返しになりますけどお金持ちと結婚の話は切っても切れない関係になります全米の億万長者世帯の9割が既婚億万長者の離婚率は普通の世帯の3分の1結婚の継続年数と資産額の間には明確な比例関係がある婚姻期間が長ければ長いほど家庭の資産多いってことですねこのことを念頭において愛とお金を育んでもらえたらなと思います僕はどうあっても皆さんのことを愛してますよっていうところで終わりたいかなと思います 今日もありがとうございました今日も気をつけていってらっしゃいみんな愛してるよ